山登りゲームさん登りゲームは1981年にコマヤより発売されたエレメカ式アーケードゲームである。発売当時はすでにテレビゲームが主流であったが、その内容が子供たちの心をつかみ人気あるエレメカの一つとなった。このため発売当初から現在まで設置、あるいはレゲエの代表格として設置しているゲームコーナーや駄菓子屋が今も存在するほどであり、 2011年10月には当時の期待を忠実に再現した復刻版も発売された。コマや自体が2015年8月21日で事業を停止し、同年11月26日に破産手続き開始決定を受けたことから、破産手続き開始後の製品自体の扱いは未定となっている。ゲームがスタートすると60秒のカウントダウンが始まる。 制限時間内に前進ボタンと交代ボタンを使い、麓から頂上までの山登りを目指す。だが途中に落下する橋、蜂、蛇、落石、切れるロープ、雷の障害があり、それぞれ固有の妨害方法や効果音を持つ。障害にぶつかれば、衝突音が発生し、スタートから、やり直しとなる。制限時間内に頂上にたどり着けなければ、ゲームオーバー。 制限時間内にたどり着くと、クリアとなり、残りの秒数を表示し、景品が獲得できる。盗聴に費やした秒数が短いほど優れた成績となる。プレイヤーの移動や障害物などは全て連休で、表示され、エレメカによくあるミニチェアなど、物理的対象ものは存在しない。制限時間内の活動を競うという内容は、スペースインベーダーより前に作られた。 テレビゲームに多く見られるため、結果として、あらゆるエレメカの中で、極めて、テレビゲームに近い雰囲気を持つゲームと評されることも、ある。このゲームの難易度設定は2個の半固定ボリュームを、調整して行う。一つは、ゲーム中盤の落石地帯、もう一つは、ラストの雷地帯で、メーカー出荷時はほぼ中央に設定されている。一番優しい設定にした場合は10歳以下の、 子供でも遊べる難易度だが、最高難易度にした場合だと、落石や雷の速度が異常なまでに早く、本ゲームを得意とするプレイヤーでさえ頂上までたどり着くのが困難であり、半ば運に任せるしかない状況であった。なお、プライズゲームではあるものの、抽選機構や理不尽な制御などは備えていないため、メーカー出荷時の状態である程度のプレイスキルがあれば、必ず景品を獲得できる。 そのため、景品もしかが、プレイ料金と同額かそれ以下のものが使われることが、ほとんどである。お山のクレームのコマや自己破産へ、JC ネット2015年8月26日神戸の、ゲーム機製造、コマヤが、破産開始決定受け倒産不景気、ドットコム2015年12月9日蘇る、昭和の名機、山登り、ゲームが省エネ設計で復刻山登りゲーム。 ありがとうございます。